知りすぎたのね、あまりに私を知りすぎたのね、私のすべてを。野球チーム結成に頑張ってるロスインリオさん、シルビアの皆さんです。そんなことどうでもいいじゃない、だって愛したのじゃない。ロスミュージシャンとの共演を控えてお忙しいの野口五郎さんです。マジマラミキちゃんですの、はい、2度目の登場でございますけどね、はい、やっぱりミキちゃんのね、今年の出来事って言ったらね、やっぱりデビューを飾ったということですよね。そうです ね、これはもう最高です、はいはい、慣れましたか、やっぱり初めはもう本当足がね、本当地についてないって感じなんです、うん、なるほど。今日は大丈夫 ね、うん、はい、ね。お友達なんかできた、はい、どんな人、この歌手の仲間なんて言いますか。スタジオの人で、バックコーラスやってるね、アップルズっていう。あ、知ってますよ、はい、本当にお友達になっちゃったの、はいはい、ね、でも純ちゃんからやっぱり気をつけてほしいことなんかあるでしょ、そういうお友達も選んだ方がいいもんねやっぱり自分が良ければね、いい人がいっぱい集まってきますからね。はい、どうぞスタンバイで貼ってください。可愛らしいです ね、 からね、本当 MM ですよ。あら、ね、本当、ね、大愛ですね大友イネって本名が何度しても言いたいのねビューティフルネームですよ。古風な名前ですね、まあ、ミキちゃんお願いいたします。古風な女なんですはい、マスベラミキちゃんです。やっぱさ、なんか今年成人式迎えたらしい。そうです、ね、それで15日に大阪で、うん、あんた成人式の代わり大阪、はい、そうよかった、ね、やっぱり成人式迎えるとさ、これから二十歳になったらこうしようなんてことを考える、なんかある。いや、二十歳っていう実感がないんですよ、ね、実感がない、ね、で普通ね、大体二十歳になったらこれからこうすんだ大人としてなんて、例えばね、今この今日スタジオにいらっしゃる和田アキ子さんも、はい、この番組でね、はい、成人式になった時私ね聞いたことがあるんですよ、何をあなたの、あったね、私恐ろしいんですよ。あの時はですね、確かね、こう言ったらしいですよ、覚えてる、ちゃん成人式になりましたからお酒とタバコはやめますってそう、ね、覚えてる、ね、今日限りお酒とタバコをやめますって言った、はい、それで取りました、ね、また戻ったんじゃないの、ね、みんな同じよ他に肩がないからね、ミキちゃんお願いいたしましょう、はい、なんか今ね LP の方もねすごい売れて好調なんですよ。本当、はい、かわいいしね、はい、彼女はあと泳ぐのが趣味だそうですね。そうですか、シンクロナーズ、はい、じゃうまく芸能界泳いでいっていただきたいと思いますけどそれじゃあお願いします。真夜中の夫はどうぞはい、続きましては本当に細い松原美樹ちゃんでございました。ところがこのね、美樹ちゃんっていうのはね、不思議とね、スカートも履かないな、あなた、うん、ダメ似合わない、やったことないと思うけど、この細い体なのに似合わずというか、なんというか、細いからってことじゃないけど、あんまり気にしないで吉村さんも何度も来てますよねそりゃ勇気、何を言ってる彼女はね、はい、面白い能力があって、予知能力あるんだそうですよ。いや、そんないいもんじゃないんですけれども、うん、私ね、コアラ、うんのぬいぐるみ可愛がってる、それをね、手がね、動いたんですよ、見ちゃった、喋ってるうちにコアラのお人形が、すごい可愛がってるうちにね、手が動いた、通じんのかしらね、なんかお人形置いてないでしょうね、大丈夫かしら、そう、ミキちゃん、とにかくじゃあ歌ってくださいね、はい、ちょっとそのことに関して後ろでまた話し合っておりますからお願いします。ではお願いします。歩いた女友達、マドリード化身が目にかすれ、別々の人生思わせる。 Hello Hello today、 私だけね止まる。
すからもう思い切り開いた白いアンブレラ恋人が欲しいとふと思った行き過ぎる車のガラス窓にうつむいた私が